ユリア・フラウィア、または、フラウィア・ユリア・ティティは、フラウィウス・朝のローマ皇帝、ティトゥスの娘。また、ティトゥスの後を継いだ、ドミティア・ヌス帝の愛称。ティトゥスの唯一の成人した子供であり、母親は二番目の妻であるマルキア・フルニラ、または、ティトゥスの最初の妻であるアレキナ・テルトゥラ。いずれにせよユリアは、ローマに生まれて幼いうちに、母とは離別し、 フルニラとの離婚後は再婚しなかった父のもとで育てられた。一般的には母はフルニラとされており、両親の離婚によって母と離別している。この離婚の理由はフルニラの成果がネロ帝の抵抗勢力と以前より近しく、65年のピソの陰謀の後、フルニラの成果がネロに礼遇されていたことにあった。ティトゥスは 陰謀の権威がかかる人々との関係を避け、フルニラと離婚した。母がテルトラの説を取る場合、ユリアは、実母と死別したことになる。なお、テルトラ説は、テルトラの母の名前がおそらくユリアであったことが根拠となっている。ユリアの6歳の誕生日に、ティトゥスは、エルサレムを征服している。79年8月24日ベスビオス山、噴火。 ポンペイやヘルクラネウムマ没成長後、父ティトゥスは、自分の弟であり、ユリアのおじのドミティアヌスとの結婚を提案する。しかし、トミティアヌスは、ドミティアロンギナに夢中になっていたため、これを断った。その後、父方の鳩子であるティトゥス・フラウィウス・サビヌスと結婚する。サビヌスは、彼女のいとこのフラウィア・ドミティラと結婚したティトゥス。 フラウィウス・クレメンスの兄弟であった。結婚後、ドミティアヌスは彼女を誘惑した。カッシウス・ディオの言葉によると、ユリアの父と夫が死ぬとドミティアヌスはほとんど隠しも、せずに、夫婦のように生活した。すぐに、民衆の要求から、ドミティアとは和解するようになったにもかかわらず、ユリアとの関係を続けていた。また、ユエナリスはドミティアヌスを非難して、 以下のように死を読んでいる。追子の間悲劇的な動金で汚れたばかりというのに、万人がイア、イさサウエヌスと、マールスでさえ、恐れるほどの、過酷な法律を復活したお人も、こういった一人だ。何せその時、ユリアは、多産な陰門からあれほどの胎児を切り出し、おじに、そっくりの肉塊を流したのだもの。ユエナリス、風刺刺繍 第2編23行91年に妊娠中のユリアは死ぬ。事実かどうかは疑わしいが、死因は中絶を強要されたためであるという噂が立った。死後ユリアは神格化されている。彼女の遺骸は96年のドミティアヌスの死後に、年老いたウバによってドミティアヌスの遺骸と混ぜられ、ひっそりとフラウイウス神殿に葬られた。 ブライアン・ジョーンズロバート・ミルインズ、ストニュース、ザ・フラビアン・エンペラーズ、エイヒストリカル・コメンタリー、ロンドン、ブリストル・クラシカル・プレス、ピアニッシモ96、167、ISBN1 から853996130、カッシウス・ディオ、67.3ユエナリース著・チョ、藤井登役、ニノ・マキ、サトゥライ・フーシシー、日中出版、1995年8月、 p29 スウェットニューストミチアン17.3ありがとうございます。